あなたは死にました。なので転生させてあげます。あなたはシャチに転生しました。え、シャチうわ、ほんまや。かっこええ。いった、何？にホウジロザメですね。え、ひと食うやつやん。やっば。あなたはまだ幼いので襲いに来たのかもしれませんね。あれ、どっか行った。なんかビビってたな。もしかして僕のオーラに。違いますよ。あ、他のシャチや。でっか。あなたの兄弟たちです。シャチは仲間意識が強く、仲間が襲われたときは集団で報復します。マジなんか恐ろしいけど嬉しいな。でもサメ相手に大丈夫な 心配ないですよ。基本的にシャチに勝てる生物は海にはいません。えー、シャチってそんなにすごいんや。あ戻ってきた。大事ないか我が弟オルガロウよえ喋、ー、ったシャチはコールと呼ばれる鳴き声でコミュニケーションします。安ずるないつでも我ら兄弟がうぬを守ってやるぞてか、話し方の癖強っ。シャチのコールには方言もあります。いや、これは方言じゃなくて世紀末語なんや。ん何の音クリック音ですね。 シャチは音波を飛ばして反響で獲物の位置を捉えますすごい潜水艦みたいなどうやら流氷の上にいるシロクマを見つけたようですねえそんなことまでわかるんてかシロクマ食べんの全然食べますよマジかでも流氷の上にいるシロクマなんて出てかるんよシャチは群れで大波を作り出して流氷の上の獲物を海に落とすんですよえ賢っこ行くぞオルガローあはい兄者うわあ<ー>置いてかれちゃいましたねうー僕が遅いせいで波ができへんかったんもう一人のお兄ちゃんで頭のそれわかめ アドバイスをくれるんじゃないですか俺はもうやまいですな。いや、いきなりどうしたてか、大丈夫病気ゴーなる濁流をせいするは、聖なる聖水い。や、表現の癖が強すぎて、アドバイスの意味全然わからへんて。行くぞ、オルガロうよ。はい、兄ちゃん、こうなったらもう気合いや。うわーよし、なんとかついてってくれ。あれぐはっいった、頭今日出した。海中に潜らないと、流氷に激突しますよ。はい、思いっきり激突しました。ん 運よく頭づきで割れたみたいですね。オルガロウよ、ウヌの奥義、しかと見届けたぞ。いや、奥義じゃなくて事故。我も負けてはおれぬ、ぬおういや、急にどうしたシャチは仲間の狩りを見て方法を学びます。えいや、あれは事故やって。<laughs> 我には無理であったようだ。ついに、我を超えたか、弟。いや、戦士、オルガロウよ。いや、いろんな誤解が、我が生涯に一っの悔いなし。え兄じゃ どうした戦士オルガロウよシャチは左右の脳が交互に眠るので片目をつぶっていただけだったようですいや紛らわしいわでもまあよかったな